踊りの鎌田でございます。今日は、263回目ということで、聞こえますか？今日は外科です。岩手医科大学の外科学講座の助手、菅野昌治先生をお迎えして、もう大体お話は言ってると思いますけど、腹腔鏡下手術の、さらに進化したダビンチというものがどんなものか、ロボットが支援する手術の話などになるかと思います。今日の花スタジオ愛の作品は、ロボットをイメージしたということで、バラなどです。ちょっと前座が長くなります、すいません。健康教室のご案内は今年の12月まで組みましたので、後半の前にも含めて、10回分の健康教室のご案内をいたします。紙はプリントを渡してあると思います。公開クリニック消化器の医療連携の話について、大通り蒲田内部クリニックからどうしているかという話を、どうやって外科にまで行っているかという話をさせていただきます。演者のご紹介をして、講演は菅野昌治先生の講演は前半と後半に分かります。質疑応答と社長の挨拶で締めたいと思います。4月20日は、265回東北大学農学研究科の教授、次世代食産業創造センターの大谷隆一先生に来ていただきます。自分の古い友人ですが、クリア側の農業試験場の研究員を長らくやってまして、実績が認められて東北大学で教授として迎えられました。健康教室というものと直接の関係がないかもしれませんけれど、食料生産技術、東北農市で菜の花を見学に行った人はいるかもしれませんけど、ああいうもので油をどうするとこうする、環境と調和した食料生産技術の開発を目指してという話を、スペシャルイベントであります。5月は13日、4月の11日に映画館通りサイエンスセンタービルで、今岩手医大の、白内障手術の、トップですかね、木澤先生が開業します。開業後5月18日に健康教室としていただくことになりました。映画館通り木澤眼科院長の木澤純也先生、白内障お手の物です。最新情報と、涙腺の治療もお話したいということで、涙目の話。6月は、これも自分の古い同僚ですけど、三愛病院の心臓血管外科の部長の大沢聡先生、三愛病院は透析病院でもありますので、そのシャントっていう、血管の吻合の手術に日々明け暮れてるんですけど、一方下肢静脈瘤への外科もしくはレーザー治療の最近の話題をお話しいただきます。7月は、Meet the Experts で、赤坂先生にお願いいたしました。赤坂病院の理事長、演題どうしますかっていう話になりましたけど、赤坂先生がより健やかな老後を過ごすための自分の試験を述べてみたいとおっしゃるので、楽しみにしていただきます。7月20日8月以降はまた後半でお話します。ちょっとお時間いただいて、心身連携心病連携の話をさせていただきます。診療所から診療所に、連携する紹介するものを心身連携と名付けますし、診療所から病院に紹介することを診療連携と言います。逆で病院から診療所に行く場合は病診連携という言葉もあります。蒲田としては自分ができないことは全くやりません。速やかに紹介しようというスタンスです。
えば、内科、自分は総合内科専門医という資格はありますけど、本当にわからないことだらけであります。全く困ってしまった場合は、最近は岩手大の内丸メディカルの総合診療科に下木教授が、今常勤しておりますので紹介することがあります。本当に難しい、いろいろ手術の事情から難しい患者さん、あるいは地方病院の総合診療科、腎臓だ、膠原病だ、いろいろな、そのいろんな分野においてはそれぞれの先生方にいろいろお願いいたします。今日は、外科は やはり消化器、外科が主でありますから消化器をどうしているかという話を簡単にお話します。自分は、がんの末期は見れません。この人は大腸がんじゃないかとか胃潰瘍があるんじゃないかとか胆石があるんじゃないかなどのひらめきはある方だと思いますけど、現実に診断をつけたり、その道筋をつける力はありません。ですから、自分と診療時間も全て合わせている火炎橋の消化器内科クリニック遠藤先生に頼む、あるいは一任することが総じてあります。彼は内視鏡診断と内視鏡治療のエキスパートであります。今日は菅野先生は後でお話しますが、岩手医大の外科の助教ですけれど、4月からは盛岡市立病院に、お勤めになります。で、簡単に言うと、僕が正樹先生に患者さんを紹介して、正樹先生が検査をして、即刻市立病院の外科に紹介して手術をするというようなことの、なんていうか業績が随分実はあるんです。遠藤先生はもちろん、いわゆる胃カメラ、上部消化管内視鏡検査、いわゆる大腸カメラ、大腸内視鏡検査、腹部構図と、消化器内科の専門医の、3つの3種の神器はこの3つの検査にあるわけです。やはり検査をしないことには何も進まないと。こっちがマリウスで、遠藤先生のクリニックはこちら側にありますけど、火炎橋は、これしょうがないな、しょうがないことしゃべります。盛岡に首都圏から就職、転勤を盛岡に命ぜられた、若めの男子がいたとします。首都圏で仕事をしたいんだけど盛岡に赴任を命ぜられたと。とすると駅から火炎橋を泣きながら、なんで俺はこんな寒いところに来たんや、なんでこんな、田舎に来たんやと言って一回泣いて渡る橋でございます。それが盛岡で美味しいものを食べたり人情に触れて、5年後に首都圏に戻る、偉くなって戻るときにこの橋をこっち側に戻るわけですけど、これマリオスのクリスマスのハートフルイルミネーションの時撮りました。こちら側に戻る時はなんていいところに僕はいたんだ、盛岡にずっといたいよと言ってもう一回泣くということで、二度泣き橋という伝説がありますが、つまないすいません受けませんでした。で、火炎橋の遠藤先生は、胃カメラも大腸カメラも大変上手であります。患者さん泣かないです、ちゃんちゃんということで、大通り健康教室に継続してご参加ください。お知り合いの方々をお誘い合わせの上皆さんで学びましょう。スケジュールの確認を怠らずにお願いいたします。ご自宅のカレンダーに教室の予定日を赤い丸でグリグリと印をつける、これが鉄則。コロナ禍などの影響で予定の変更がありえますので、大通り健康教室のホームページやラクラなどで最新の情報をご入手ください。ここは大事な話です。例えば悪性の消化器病、
食道がん、胃がん、大腸がん、肝臓がん、胆のうがん、胆管がん、膵臓がん、川野先生はここら辺が得意な先生ですけど、そういう悪性の消化器がんは当たり前、胃潰瘍や潰瘍性大腸炎、胆石などの良性の疾患などにおいても、それらの確定診断に大通りかまた内科クリニックは無力であります。これは正直に無力であります。疑う力はあります。でそれらを疑う患者さんのほぼ全例を肝炎橋消化器内科へ紹介しております。これをもって心身連携というわけです。で対等の関係であります。一方、遠藤先生が循環器に困る狭心症じゃないか、今いるのが心筋梗塞じゃないかという場合などは即刻自分ともに連絡が来るという心身連携、遠藤先生のところで速やかに初検査を終えて必要に応じて、彼は現状では岩手医科大学、岩手系列中央病院、盛岡市立病院、盛岡赤十字病院の4つの病院の、仲間である消化器内科の医者に紹介して、さらに大腸のカメラを小さなポリープを取るとか、あるいはそういうことに行ってみたり、外科、これらの病院の外科へ紹介する、これは心病連携をしていただいている状況であります。つまり蒲田から直接大病院の消化器系の、消化器内科もしくは外科へ紹介することは現在はほとんどなくなりました。直接もちろん紹介することもありますけれど、大筋で言うと特に新幹初心の場合は遠藤先生を通すのが一番早いし正確であるということで、スピードと安全性、確実性に重きを置いた消化器病の医療連携をしているのですけれど、それは一定の成果を上げていると自負しているわけであります。長くなりました。さて本日の園ちゃん、昭和54年宮城県登米市東和町出身、45歳、ちゃんと、はい、平成9年宮城県立佐沼高校卒業。これはあの石森章太郎先生、今石の森と言いますけど、石森章太郎先生の母校であります。つまり登米という、登米は自分は何年かに1回必ず登米には行かねばならぬ場所であります。で岩手医科大学学部を卒業され、県立久慈病院などで初期臨床研修をされました、卒業されて、研修医を終えた後には大学院に入られたんだと思います、これ見る人は分かるんですけど、分かる人は分かるんですけど、分かる人は分からないね。登米のふるさと記念館で石森章太郎先生が漫画を投稿してるっていう、こういう場所があって、それは誰しもが、僕もそうですし、菅野先生も皆さんも何かの死を決するような場というのはあるわけで、時々思い出します。これ石森章太郎先生、仮面ライダー、今日ロボットですから、ロボット刑事、何言ってるか分からないと思いますけど、サイボーグゼロじゃない、もうすいません、ふざけません。で函館五稜郭の外科の委員をされて医大に戻られたり、また戻ったりして、現状は岩手医科大学外科講座の助教であります。今年の春から話していいと思いますけど、私立病院の外科に赴任する予定であります。肝胆膵内視鏡外科、ジェネラルな消化器外科はされると、岩手医科大学、もちろん学科博士ですし、肝胆膵の高度機能専門医をお持ちです。外科学会の専門医指導医、消化器外科学会の専門医指導医、消化器病学会の消化器病専門医、がん治療認定医も取られました、つまり高度な大学こんなこと聞いてもいいのかなと思うこともどうぞ質問していただきます。今月の川柳はダヴィンチで患者を支援外科治療、ファンニャンニャンということで、
3月23日今日は264回ロボット支援下手術のこれまでとこれから岩手医科大学附属病院での経験を踏まえてというタイトルで、現在岩手医科大学科学の助教である菅野昌一先生においでいただきました。先生よろしくお願いします。拍手。